デートナプロトタイプインターナショナルは2017年から国際モータースポーツ協会がイムッサスポーツカー選手権に参加できる競技用スポーツカーとして規定している類型の一つである国際モータースポーツ協会がデートナプロトタイプインターナショナルとして承認している車両を指す国際モータースポーツ競技規則不足税項ではグループ E 部門2の SC とされる 米国において、ルマン地域シリーズの上位シリーズに該当するイムスサ、スポーツカー選手権を主管しているイムスサが選手権へ量産自動車製造者の参入を促すべく国際自動車連盟とフランス西部自動車クラブとの三者競技の上2017年から導入したスポーツカーの類型である。同種で既存のデートなプロトタイプはダッピーと入れ替わり、 2016年をもって廃止された。量産自動車製造者が、ルマンプロトタイプ2をもとに、エンジンとボディパネルを独自開発したもので、イムスサはこれを、選手権で最も高性能なクラスと位置づけている。競技運用も製造者自らチーム編成して、当たることができる。2018年までは、LMP2 と同じプロトタイプクラスであったため、LMP2 に対する、 優位性を考慮し2社間での性能調整が図られていたが2019年からクラスが分けられた。また LMP2 とは異なり製造車商店の対象でもある。導入年度からゼネラルモーターズ、日産自動車、マツダが参加しており2年目からホンダ技研工業が加わった。基本的にルマンプロトタイプ2に準拠している。 自社乗用車と同一概念で造形された松田ダッピー車両のノーズ部原則として車種は国際自動車連盟とフランス西部自動車クラブが共同承認している LMP2 を何も手を加えず用いなければならないがフロアパンより上のボディ造形は車室を構成する中央部分とリアウィングを除いてほぼ全面変更が可能であり量産自動車製造車は 自社の乗用車と共通性のあるフェースデザインで特徴付けなければならない。ただしグランドツーリングクラスで承認されている自社の車両と同じ造形にすることはできない。エンジンは量産自動車製造車がターボチャージャーなどの下級機付けも含めて自由に選定でき、制御装置も同様である。最高出力は各社 LMP2 と同等の 約 600A 馬力かそれ以上と交渉している。燃料は VP、レーシングフューエルズが供給する、バイオマスエタノールを20%混合した、イムスサ指定のガソリンである。タイヤは2019年度からミシュランが、独占供給車となっている。この他は、ルマンプロトタイプと、同、ルマンプロトタイプにお参照のこと、ありがとうございます。